風花さんを蘇らせる？それができればいくつかの問題が一気に解決するのは確かでしょう。しかし可能なのですか？いえ、もちろんそのような術の存在する世界があることも知ってはいますが、今のところここでは蘇生手段って見つかってないよね。どうしてそういう話になったの、お兄ちゃん？まず説明を聞いてくれ。ネジュ、頼む。はい。私一つ気になっていたことがあるんです。皆さんは不思議に思わなかったでしょうか？この世界で命を落としたプレイヤーの人たちはアバターが消えず残り続けます。でも、ああ、風花さんのは跡形もなく消えちゃったよね。確かに、この世界の断りについては不確かなことが多いですから、あまり深く検討せず来てしまいましたが、ただ普通に考えればアバターが残ってるより完全消滅してしまった方が、その望み薄じゃないかな。蘇生魔法みたいなものがあったとしても対象が消えてしまってるんじゃ試すこともできないし。はい、私も最初はそう考えていました。でもあの子が消える間際に口にした言葉を思い出したんです。風花は言いました。おまじないをかけたって。おまじないとは何だろう、一体何に対するおまじないなんだろうと考えていて、ある時ピタッとパズルのピースがはまったような感じがしたんです。俺たちにとって大きな問題はガラクシアのシステムがロックされていること。それの解除キーが夏柳風花の脳波正門になっていること。つまり風花さん本人の協力がないと解除できないってことだね。システムをロックした理由は分かりませんが、あのガブリエルに対抗するための手段だったのなら、他のプレイヤーの皆さんを永遠に巻き込んだままにしておくつもりは風花にもなかったはずです。一方、ガブリエルに狙われている以上、殺されて身動きが取れなくなる可能性は常にありました。だからこそのおまじないだったのではないかと。具体的には、もし風花が HP を全損するようなダメージを受けた場合、アバターをその場に残さずどこかに転送させるという仕掛けをあらかじめ施していたんじゃないかと推測している。確かに倒されると拠点へ転送ってシステムは ALO にもあるけど、それだけだとガブリエルの能力は防げないんじゃない？ほら、死の実感や恐怖を与えるからリアルの精神の方が危険かもって話だったよね。あらかじめそれが分かっているなら、恐怖に蝕まれる前に自ら意識をブラックアウトさせて回避するとか。あー、なるほど、そっか、ガラクシアのシステムを利用すれば可能なのかも。二人とも、できればもう少し理解しやすい言葉で説明してもらえると助かるのですが。ああ、ごめんね。天命がつきそうになった時、仮死状態になり転送されることで敵から逃れようとしてたんじゃないかってことだ。なるほど、ある種の死は受け入れて復活への道筋は残しておくということですね。だとすると体が残っていないことにも説明がつきます。はい、つまりそれが風花のおまじないなんじゃないかって。おそらくそれはあの子にとっても非常手段で、自身の復活は誰かに委ねないといけなくなります。それを私たちに託したと。だから最後の手がかりを手に入れた時、その方法が分かるようになっているのではと思うんです。でもその何の保証があるわけでもないんですけど、都合良すぎる考えでしょうか？いえ、当てにする価値はあるでしょう。蘇らせた上で話し合い、きちんと手を組むことができればそれが一番いい。事情を全部教えてもらえればガブリエルに対抗する手段も見えてくるかもしれないしね。ま、その前に手強い敵を倒さないといけないんだけど。最高司祭様、何人かで先行偵察に行ってたんですよね。
どんな敵でした？さて、どう表現するべきかしら。勝手に利用されて忌々しいというか、複雑な気分ね。坊やとアリスちゃんは知ってる相手だと思うけど。ん？ああ、もしかしてアンダーワールドの魔獣の類なのか。行けばわかるわ。ま、どの道戦う以外に道はないんだし。見たこともない奴だった。軽く威力偵察したが、銃弾の一発や二発では聞いたようには見えなかったな。多分防御力も高いと思うんですけど、それ以上にその攻撃されるととても痛そうな形してました。痛そう？見るからに切り味が鋭そうというか。自分の目で確認してみなさい。そこから姿が見えるわよ。キリト。あれはセントラルカセドラルソードゴーレム。暴れちゃうぞ。私のために戦ってちょうだいね。よろしくな。倒せるさ。ああ、俺らしたら勝てる。行くぞ。
これでどう？疲労のスペアを遊ぶ。V 破壊したよ。褒めてあげるわ。なりそうだな。へえ、どうにか撃破った。しかしよ、妙な形のモンスターだったな。ああ、キリトはソードゴーレムとか呼んでたが、 SAO でも ALO でも目にした記憶はねえな。どっかのゲームから引っ張ってきたのかね。剣を寄せ集めて作った感じか。デザインしたやつは随分とおかしなセンスしてやがるよな。そうかしら。絶大な攻撃力を象徴する洗練された姿だと思わない？私は気に入ったのだけど。ええ、
まさにおっしゃる通りですね、クイネラさん。暗い。お前ってやつは。何か思うところはないのか。今倒されたソードゴーレムに？ないわね。そもそも先ほどのは形を写し取っただけの模造品。愛着があるわけでもないし。それともあれについては両親の呵責や後悔があるとでも言ってほしかったのかしら。いや、何か思ってたとしてもあんたは絶対口に出したりしないだろうさ。そういうことね。それより私に絡んでいるような暇はあるの？あ、そうです。最後の手がかりがドロップされてるはず。勇気は、え？あなた、今のは見当たらないな。前回までは目の前にドロップしてたよな。どういうこと？もしかしてこいつはたまたま現れたボスキャラで風花が用意した守護者じゃねえってことか？かもしれないな。となるとまた探索からやり直すことに。あのどうした、ネージュ？皆さんには見えなかったんですか、今の光景。今の光景なんだそりゃ。ふむ、自分自身が現れ一言だけ告げて消えたと。はい、勇気をって。特定の相手に対して映像が再生されるようあらかじめ設定されていたのだろう。おそらく風花君によるものだな。ただ残念ながら心当たりはありませんし、意味も意図もわかりません。他に風花の残した手がかりらしきデータは見つからなかったんじゃな。ああ、だから守護者を倒した報酬はネージュの見た映像だけだったってことになる。4体の守護者は全て倒したわけだし、おまじないがうまく機能していたのだとしたら、この瞬間どこかで風花さんが生き返っているという可能性は考えられますよね。うむ、引き続き探索は続けておるが、ただもしそうであるのならそのことをネージュ君へのメッセージの中で伝えているのではないかな。謎めいた一言だけで済ませるのは腑に落ちない。確かに。ネージュちゃんに何か変化はあった？情報を思い出したとか新しい能力が目覚めたとか。いいえ、何も。こんなのおかしいです。ガラクシアのシステムにアクセスするためには風花の協力が必要不可欠で、だからおまじないとは殺された風花を取り戻すことであるはずなんです。ここで行き詰まるはずがない。何かが足りないんでしょうか。風花を蘇らせるためにはまだ別に満たさなければならない条件がある。それとも私はどこかで間違えている？システムの解析やガブリエルへの対策についてはわしらの方でも知恵を絞って進めておる。また探索でさらに新たな何かが見つかるかもしれん。焦って自分を追い詰めるものではないぞ、ネージュよ。はい。先ほどから考え込んでいるようだが、何か思いついたことでもあるのかな、キリト君。あるといえばある。でも口にするべきではないと思っている。あるいはどう口にすればいいのかわからない。いえ、多分その両方かしら。よくわかるな。長くて深い付き合いですから。どうあれ言葉を惜しんでいる場合ではないと思うがね。何か意見があるなら拝聴したいところだ。
多分あんたならどんな言いにくいことでも残酷なことでもきっぱりと口に出せるんだろうな。でも俺はあんたじゃない。迷ったり回り道をしながらじゃないと前に進めないんだよ。なあネージュ。はい。俺は特別強い人間じゃない。怖いことがあれば腰が引けるし逃げ出したくなる。でもな、そういう自分の弱さを自覚することで強くなっていけるとも思ってる。キリトさん、それは一体どういう。彼女風花が何を考え何を意図していたのか説明できると思う。ただそれは君の望む答えじゃないかもしれない。それでも聞くか。聞きます。聞かせてください。わかった。まず守護者を倒して手に入れた3つのドキュメントファイルについてだけど。え？何？外からか。こうして見ると見慣れた景色なんだがな。本物のエール王じゃねえってのが妙な気分だぜ。なんかリラックスできねえってかよ。一応見張り番なんだからリラックスしてたらまずいでしょ。そうですよ、集中してくださいクラインさん。いや待ってるって。まあそろそろ何か進展があってほしいところよね。今手がかりをカーディナルさんたちがいろいろ検討してるんですよね。何かわかるといいんですけど。うん、さっさと元の世界に戻りたいってのもあるけれど、風花がいなくなってからネージュちゃんが思い詰めてるみたいで心配なのよね。キリトがついてるからちゃんとフォローしてるとは思うけどさ。ああ、キリトさん不思議とそういうのは上手ですからね。ちょっと複雑ですけど。俺たちは俺たちでできることをするしかねえよな。探索組が戻ってきたら交代して。あ、ピナどうしたの？ねえシリカ、あそこ。モンスターものすごい数。いやそれだけじゃねえぞ。あれは。あいつがここに来やがった。え、もしかして風花が帰って。ちげえ、ガブリエルだ。あの野郎がモンスターの大群を引き連れて攻めてきやがったんだよ。ふん、恐怖によりモンスターを支配しているというところかな。ダークテリトリーの支配者皇帝ベクタというユニットの特性を生かした戦術というべきか。いずれにせよ時間切れのようだ。どうするね、キリト君。カーディナル、あんたはさっきガブリエル対策を進めてるって言ってたけど、それはすぐに動かせそうなものか。いや、残念ながらまだ構想と試行錯誤の段階じゃな。そうか、仕方ない。俺が外に出て出迎えるとするか。キリト君、まさか一人であいつと戦おうなんて考えてないでしょうね。いやいや、いくら俺でもそこまで無茶はしないよ。マーラどうするつもりじゃ。
何か他の手立てでも思いついたか？考えはなくもないけど、正直今すぐどうにかできるわけじゃない。だからまずは探索に出てるメンバーが戻ってくるまでなんとか時間を稼いでみるさ。よう、ガブリエル・ミラー。わざわざここを探し出してまで訪ねてきてくれたのか。大変だっただろう。さほどの手間ではなかったぜ。お前たちに会えるという喜びを思えばな。それにしてもまさか正面から堂々と来るとは。意外に礼儀正しいタイプだったのか。正面から攻めようが裏口から攻めようが結果は変わるまい。余裕だな。油断してると足元を救われるぜ。救ってみせてから言うことだ。お前たちにできればの話だがな。呼吸が。気をしっかり持ちなさい。飲まれてはいけません。アリス、二人とも落ち着いて呼吸を整えて。僕たちの後ろに。ありがとう、アリスさん、ユージオさん。アリスたちが戻ってきてくれたが、ガブリエルのこの圧力は相変わらず異常なレベルだ。ただすぐに仕掛けてこないのは俺たちをもてあそんでいるのか、あるいは他に狙いがあるのか。いずれにしても時間を稼げるのは悪くない。仲間が揃えばなんとか。どうしてここが分かった？さすがにあっさり後をつけられるような仲間はいないと思うんだけど。今この世界での最大勢力かつ最も組織だった探索を行っているのがお前たちだ。対モンスター戦闘の痕跡、ボスモンスター討伐によるエリア間通行ゲートの開放、他プレイヤーに接触しての情報収集、そういう足跡を追っていけばおおよその行動範囲が見えてくる。その中心付近に本拠地があると判断した。他に質問はあるか？なぜスタッフさんや風花を殺したんですか？どうしてあんなひどいこと？なぜと改まって問われると案外答えにくいものだ。細かく説明しようとすればするほど本質からは遠ざかる。あれは到底言葉では言い表せないような感覚だからな。それでもあえて口にするなら、そうすることを私の心が強く求めているから。魂の味を知りたいという抑えがたい欲があるから。そのために、それを味わうために私は存在している。今までもこれからも。さあ、お前たちの魂はどんな味だ？理解する意味も必要もないさ、ネジュ。こいつはただそういうやつなんだ。求め、盗み、奪うものだと。最初に出会った時、自分のことをそう言っていたよな、ガブリエル。それは今でも変わりないってわけか。変わりない？いやいや、変わったとも剣士キリト。以前よりはるかに強く、私は魂を求めるようになった。再び生を受けたおかげで、私は仮想の死を限りなくリアルなものに変える力を得た。欲望に支えられた強烈なセルフイメージ、真意による自傷の操作か。私はこの世界で殺すことができ、味わうことができる。ならば求め、むさぼり続けるのみ。風花と言ったか、あの娘の魂は実に甘美だった。繊細で豊かな慈愛と他者を案じる情に満ちた心は、上質の蜂蜜をすら
遥かにしのぐ甘露だ。最後の瞬間を味わい損ねたのが悔やまれるな。あなたは落ち着け、ネージュ。挑発だ。乗ってこないか。隙を見せればそいつの魂から食らってやろうと思ったが、命拾いを。通らないか。口ほどにもないな。ですが、かすり傷をつけることすらできないのか。あれは化け物だ。お前の剣でも大差あるまい。なんだお前、震えてるじゃないか。怖いのか。エイジ、大丈夫だよ。エイジならちゃんと戦える。ユナ。ええ、そうね。あなたはもう昔のあなたじゃない。何よりここにはみんなもいる。キリト君、全員配置についたわ。こっちはいつでも行ける。お望み通り全員揃ったぜ、ガブリエル。余裕があだになったことを思い知らせてやれ。結構。さあ、食わせてくれ。暴れちゃうぞ。私のために戦ってちょうだいね。派手な攻撃に期待してるよ、深次郎さん。まずは周りのモンスターを倒した。了解。それを倒してからガブリエルに集中攻撃ね。どう？これでバリバリ戦える。ちょい待ってね。やった。
刃が通らない。銃弾もダメ。終わりよ。私に任せなよ。何か手はないのか。これなら私に任せなさい。お前始まるぜ。おぼう、ダメージはほとんど通らずか。強いね。それもただ強いというんじゃない。この人の攻撃からは何も伝わってこない。空っぽなんだ。物足りんな。何？もう少し味に深みのある方が望ましい、うん、さらに大きな感情のうねりが必要か。ならば、やめろ！うわっ！システムコール！インサレイトターゲットユニット！ああ、え？消えちゃった？何今の？魔法？いや、でもちょっと違うような。クイネラ、おぬし。仕方ないでしょ。ここで使わずいつ使うというの？助かったけど、今何をやったんだ？説明してくれないか。狭間の空間への放逐、私とおちびさんで準備してたの。宣告話したガブリエル対策じゃ。ヒースクリフからこの世界のシステム構造について助言を受け、わしが術式を組み、戦闘に参加できるクイネラが実行する。その予定じゃった。風花ちゃんとの一戦を参考にさせてもらったわ。あれがいくら強いとは言っても転移術の類は有効なようだったから。とはいえまだまだ未完成もいいところだったのだけど。うまくいったわけではないの？別アドレスへの放逐自体は成功した。ただし完璧なものでも永続的なものでもない。この空間との接点も消去しきれんかったのでな。そこを察知されればガブリエルは自力で戻ってくる。そのあたりもう少し煮詰めたかったわね。術式もすぐには組み直せんし、一度見せた以上警戒される。二度は通じんじゃろうな。ごめんなさい。私なんかのためにそんな貴重な手段を。別にあなたのためってわけじゃないわよ。絶望や恐怖は皆に伝播するし、ガブリエルに力を与えちゃうから。うむ、今回についてはクイネラの判断を支持する。あそこで皆の士気がくじけていれば敗北必至。術式の完成以前の問題じゃった。ネージュが気に病む必要はない。とはいえこれでわしの手札は尽きてしまったがな。さて次の一手はどうするべきか。キリト君も考えがあるって言ってたよね。ああ、なくはないな。賭けになるけど急いでみんなに集まってもらおう。少し話してみるよ。以上が現在の状況。つまりあのガブリエルって人を封じ込めはしたけど完全ってわけじゃなくて。いずれ
自力で出てくるのよね。とはいえ準備を整えるくらいの時間は稼げたし、敵のいる領域ははっきりしている。主導権は取れるな。つまり勝負を仕掛けるタイミングを定めてこっちから挑むってわけね。悪くない状況だと思う。いつ来るかわからない襲撃に怯え続けるよりはずっといいよ。ただどうやってあいつを倒すのかって問題は残るわよね。霧の樹王、なんか手があんのか？ある。マジか、教えろよ。どうすんだ？それは言えない。はあ？おいおい、キーボー。正確に言えば、具体的に説明すると差し障りのある作戦なんだ。でも効果は保証する。ずうずうしいけど、みんな俺を信じて任せてくれないか？もちろんです。うん、いいよ、信じる。まあお前が言うなら仕方ねえか。こういうところで信頼を裏切らないしね、キリトは。ユージオに同意します。指揮官の指示には従うよ。その方が面白そうだしな。いやいや待ちたまえよ。冗談じゃない。どいつもこいつもおかしくなったのか。あのガブリエルとかいうやつの強さは見ただろう。そもそも戦うこと自体が自殺行為じゃないか。なんでそんなことに付き合わなきゃならないんだ。キリト君には何が見えているのか、どんな策を用意しているのか、私は興味を覚えるが。殺されるような思いをしてまで知るべきことかよ。忘れたんですか先輩、この世界では死が限りなくリアルな。それが何かの障害になるのかな。いずれにせよ死の危険性があるのなら、何かを知らないまま死ぬより知ってから死ぬ方を選ぶというだけだが、しかし君は違うというわけか。俺はむしろキリトが仲間を巻き込んだ上でしくじった時どんな顔をするのか見てみたいがな。本当に手があるんでしょうか。ステータス差は圧倒的。システムがロックされている以上、管理者権限も行使できないのに。ネージュ、君はどうする？できる範囲でいいから、戦場の把握や指示伝達を手伝ってくれると助かるんだけど。行きます。どうあれ、皆さんを危険にさらして自分だけ安全な場所にいるわけにはいきませんから。文句ない戦果だろ。深次郎様のおかげだな。